イケメンも美人も置いたらみんな耳くくなるしというようなところはあるんですが、しかし主観的な幸福感はですね、加齢とともに高齢者の方が個人差があるということです。そんなバカな、そんな残酷なと、今でも俺は負け組、その負け組感が年取るとさらに拡大していくってわけっていうわけですけど、必ずしもそうじゃなくて、なんで幸福不幸の個人差が拡大化するかというと、次の理由です。転換成功者と転換失敗者の差が大きいということです。つまり闘争型の幸福で若いうち過ごしながら、適度なところで共栄型幸福の真実に気づき、闘争型幸福は長期的には幻想だってことに気づき、共栄型幸福にうまく自己の価値観を転換成功するものと、転換成功せずに高齢期という若者に比べて負け組み状態になるときに苦しみながら生きる人、この2つの差が非常に大きいということです。転換成功者と転換失敗者の差が大きいということです。